ミネット売っていいですか。どうぞ。いや、降りるわ。これやべえな。やばいな。え、な、う、え、ダージに漏れそうなの。ベージュっぽい。で、ブルーティー。レモン。夢なら、はい、気に入りましたこのままどっか行きまーすどこかまだ言いませんキングですあと一人でやってるでしょ。日本一周やってるよ。鈴木だよ。あー、いるよ。後ろいるよ。後ろだよ。未来もしかいるよ。ほんとだ。じゃあ行きまーす。出発はい、ということで、とりあえずね、名古屋から岐阜に入って、ずっとね、こんな感じの道を走っていて、川を登ってる感じかな。で、気づいたらね、湖があるってところで、今、撮影しております。かなりロケーションがいいんでね、まあ、めちゃめちゃいいってことで回してるんだけど、すげえいいよな。ね、で回し始めると住宅街になるっていう全然わからん。さっきのね、やっぱりさっきね、川がめちゃめちゃ綺麗だったんでね。そう、左がね、まあ、右も山か、両方山に囲まれて、右にね、川があるんだけど、ちょっとね、今見えないんだよね。そう、全く見えない。さっきのめちゃめちゃ綺麗だったところで撮りたいんですよ。何の動画ってなっちゃうわいやでもあれだね、岐阜入るとやっぱり川があって山があってね、かなりこう自然が溢れてるようなスポットというか、かなり綺麗な景色がね溢れ返ってるね。自然豊かだね。そうだね。めちゃめちゃさ、岩肌がめっちゃ入れてるし、川がね水が溢れてるっていう。そうそうそう、そう、しかも結構ね、森林だから、それこそ川がね、反射して、エメラルドグリーンになってて、すげえ綺麗なんだけど、まあ、ちょっと見せる気ねえんだよな、まだ。ちょっと見せねえな。もうちょいかな。うん。まあまあまあ、ジラスプレーってことで、ちょっと待ってくれよ、みんな。ちょっと待ってくれ。見せるから。ちょっと待ってくれよ。そう、自然は逃げないから、ちょっと待ってよ。逃げねえ逃げねえ。これぐらいだけ見えるからね、また綺麗な。まあ確かに、まあこれだけでもね、結構道がカーブしてるから景色変わってくるからね。これだけでも綺麗だ。いやちょっとさ、水やばいっしょ。なんかね、岩しか見えてねえな今。岩とね、ガードレールってちょっとあんま見えてねえわ。今早すぎるかって言ったら全然見えない。普通の川になっちゃったよ。普通の川やんけ。めちゃくちゃ水が綺麗だ、やっぱり。あ、ほんとだ。ちょっと GoPro だと見えるかな、これ。なかなか見えづらいと思うんだけど、肉眼ではすげえ綺麗。何してん何してん何してん。いい景色出してもらおうと思って。どういうことだ。なんで川に八重してんだよ。見せて。若干見える。綺麗だね。編集でちょっとズームすれば綺麗に見えるはず。反射してるのも見えるはず。だんだんやっぱ岩もね大きくなってきて綺麗になってくるでしょう。いや、ただやっぱ岩が多いな。そして今左手に下呂温泉って書いてあったね。ね、入ったね、ついに。そして入ったと思ったら左にもう人工的なものが。電波電波。おい、またメスだよ。下呂入った瞬間に。そういえば行く場所言ってねえな。行く場所言ってなかったね。まあそれはまた次のね動画で言いますから。
ちょっと今ね、こう景色見せたくて撮ってるんで、一応ね、中のインサートとしてね、これみんな見てもらえればなと思います。まあ見てもらうってもあんまりいい景色撮れてねえんだけどな。これはどうっけ？オッケー。一番見たかったのなんだっけ？それは岩になっちゃったね。岩になっちゃったな。まあまあでもまあもうちょっとで着くんじゃない？そうね。うん。オッケーオッケー。まあ、ついては多分景色変わると思うからね、またそこで、違うね動画でちょっと流していければなと思います。じゃあまた目的地近辺でお会いしましょう。バイバイ。OK、まあ、残念だな。はい、ということでね、名古屋から岐阜向かって今日はね下呂温泉に行きたいと思います。ライカーズに予約してくれたのはヤギなんだけど、どこ行くん？